太田君。市長も今田委員長も嘘をついてますよ。提携場所がないから払わないと言った。提携場所がないから取らないと言いました。提携場所があろうがなかろうが、今日一日止めれば今日のお金を取らなきゃいけないことになっています。公安使用条例よくご覧になればすぐわかることです。どこに止めようが、止めた限りは取らなきゃいけないんです。そうなってるんです。ところが今みたいに嘘を言う。嘘を言って、自分たちの、いわゆる高層効果、脱税行為を、容認するということはとんでもないことだろうと私は思います。ご反省の色がない！はっきり言って。とんでもないことだ。それから、今申し上げたように、24年度からお金をしっかり取るのか取らないのか、公安局長は取ると言っております。なぜ市長は言わない？24年度からしっかり取ると。しかし遡って、ね、違反行為を行っていたということは、公安局はいずれも認めていることです。なぜここではっきり認めません？良くないことは良くない。市民のための市民の港です。その料金を徴収するように定めたのは横浜市議会です。その市議会の条例に則らないで、いつも決まったところに止めてないから金を取らないなんてとんでもない話じゃありませんか。今日ここに止めてればこのお金、今日こっちに止めればこちらのお金を取るんです。山下に止めれば山下のお金、新興に止めれば新興の料金を取るのが当たり前じゃありませんか。そのことについて市長にしっかりとご答弁いただいて、お願いしたいと思います。林市長。太田先生、私、先ほども申し上げましたけれども、太田先生のご指摘の点も踏まえまして、今後、タグボードの係留の考えを見直して、残る20隻についても、使用場所を指定することにより、条例に基づく使用期間を与えて、使用料を24年度から調整、徴収する方向で、調整するよう指示というふうに申し上げましたけど、これは24年度から徴収をいたします。以上お答え申し上げました。太田君、何に関する発言ですか。それではどうぞ許可します。先ほど申し上げましたけれども、公安局では間違いでございましたと申し訳ございません。24年度から72,000円、これはタグボートの計船料でございますけれども、岸壁使用料ですね。72,000円かける34隻かける12ヶ月分で徴収させていただきますと、明白に公文書を私に出してございます。いいですか？重要なことは、公安局が出した公文書は市長が出した公文書だから市長がそう言っているわけです。今これから検討するとか、そういうふうに検討したいとか、方向とか、方向もクソもないのに、取ると言ってるんですから。そういうことになると、今現在我々が審査している予算書はですね、取らない方向での、ね、3000万のうち1300万しか取らない方向での予算書です。それをこれから審査するって、それはダメでしょう。何度も言っているように市長自らが3000万円払う、取ると言ってますから。24年度から3000万取ると言ったなら予算案にそれを書き換えてもらわなきゃいけない。本来ならば、議案の提出し直しをしていただかなきゃいけないけれども、まあなかなか堅苦しいこと言っても申し訳ないから、議案を差し替えてもらいたいんです、私は。ね。いわゆる公安施設使用料収入。で、これを
3000万なら3000万に書き換えてもらって、じゃあ残りの1700万円というお金はどこに行くんだ、例えば予備費に回るのか、ね、減災基金に回すのか、わかんないけれども、そういう予算書の組み替えというかな、書き換えをしてもらって差し替えていただきたいんです。そのことを議長にぜひ、この場ででもいいですから、ご証明いただきまして、市長にそういうことをしろとかなんとかってご証明いただいた後に、各分科会に、審査を委託するとか、付託するとか、あっちのことをしていただかないと困ると思いまして、その議事の進行をお願い申し上げたいと思います。このまま、これよろしいですね。ただいまの議事進行は、議案の内容に関することですが、林市長において発言することはございますか。林市長。予算の修正というお話でございますけれども、現時点でどのような対応が可能なのかについて、検討させていただいた上で、速やかに今定例会中にご報告をさせていただきます。ただいま林市長から発言がございましたとおり、議事進行に対しましては今会期中に報告するとのことでありますので、ご了承願えますか。その場で何についての議事進行かご発言いただけますか。ではどうぞ。ただいま予算書をこの定例会中にという市長のご発言があって、まあ、議長からもそれでいいかというお話でしたけれども、しかし私たちは予算特別委員会がもう間もなく来週には行われまして、そこではその予算書をもとに審議するわけですから、やはり特別委員会にかける前にはですね、訂正なり差し替えなりをしていただく必要があるのではないかというふうに思います。その点、きちんと測っていただいて、できれば運営委員会とかで測っていただくように、議事進行をいたします。はいはいはい。議長。林市長。3月5日の公安局の局別審査まで報告を出させていただきます。ただいま林市長から発言がございましたが、議事進行に対しましては3月5日までに報告するとのことでございますが、ご了承いただけますか。それではその通り決定をさせていただきます。